胃腸先行は腸破裂としても知られ、胃壁や腸壁に穴が開くことである。胃腸と呼ばれる消化管には食道、胃、小腸、大腸が含まれる。症状としては厳しい腹痛と腹部を押された時に生じる痛みが挙げられる。穴の開いた場所が胃、または小腸上部の場合は突然痛みが生じることが一般的であり、大腸の場合は 痛みが徐々に増す傾向があり、一定の痛みは通常ある。胃腸先行によって、肺血症、心拍数の増加、呼吸率の増加、発熱、錯乱状態が生じることがある。原因としては、ナイフなどの鋭利な物体を飲み込むことによる、損傷、大腸内視鏡などの医療検査、腸年点による、腸閉塞症、大腸癌、大腸形質症、胃潰瘍。 腸管膜拒血クロストリジウムディフィシルを含むいくつかの感染症が挙げられる。胃腸に開いた穴によって腸管内容物が腹腔に入り込み、その際に細菌も入り込んだ結果、腹膜炎または農用になる。胃袋に開いた穴から胃酸によって腹膜炎が起こる。 通常は CT スキャンによる診断法が進められるが穴の開いた箇所によっては内容物が腹腔に張り込んで空気がなくなり X 線撮影でも診断されることが多い治療については先行が消化管のどの位置にできても試験回復の緊急手術が必要なのが一般的で静脈点滴と抗生物質を併用して行われるピペラシリン、タゾバクタムまたは シプロフロキサシンとメトロニダゾールのコンビネーションなど複数の抗成物質が使われる。場合によっては開いた穴を縫って閉鎖することが可能であるが、そうでない場合は調節所が必要である。治療による死亡リスクは最大でも50%である。異界用によって穴が発生するケースは年間約1、1万人であり、軽失炎によって発症するケースは 年間0.41万人である。ありがとうございます。